ズルフィカールズルフィカールは、アリー・イブン・アビー・ターリブが使っていた剣で、イスラーム剣では、伝説の名剣とされている。その形状には、諸説あるが、イスラーム教剣で、一般的なイメージとしては、先端が二股に分かれている姿が多い。イスラム教剣では剣などに、アリーに勝る英雄なく、ズルフィカールに勝る剣なしと刻まれていることがある。英語剣では、表記が一定しておらず、 ズラファカー、デュアル、フィカー、サルフェカー、ズルフィカー、ズルフィカーなど様々な表記がある。日本語ではズーアルフィカールと記述されている場合もある。そもそも日本語で使用されているイスラーム用語の多くが英語圏からの翻訳によるものであるためアラビア語の言語表記からかけ離れてしまったカタカナ表記も多い。イスラーム教社会ではイスラーム教の用語はアラビア語を生として アラビア語の読み方に従うことを基準としている。そのため、ヒアラビア語圏でも原則として、ズルフィカールと呼ばれるが、トルコ語圏やペルシャ語圏では言語による名りが出るため、欧米人には違って聞こえることもあり、英語表記が一定しない一因にもなっている。ヒアラビア語圏のイスラーム教国では、固有名詞として、地名や人名などに使用されていることもある。ありがとうございます。